すぐバレンタインということで、今日はお家で手軽にパパッと作れるチョコレシピをお伝えしたいと思います。使う材料が少なくておなじみのグラノーラ、ケロックさんのグラノーラと明治のチョコレートのミルクとブラックを使うだけなので、もうね、急いで作るときもパパッとスーパーでコンビニで買ってできるものかと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。材料はこちらです。今日はね、いちご入りのものを使いました。甘いのが好きな方はミルクを2枚でもいいと思いますが、ブラック入るとちょっとね、味がしまって大人味に仕上がるかなと思っています。ではまずチョコレートを湯煎にかけていきます。先に溶けやすいように小さい大きさに手で砕いていきます。意外とバレンタインの近くになるとさ、生クリーム売り切れたりとか、なかなかラッピングもないしとかで、ね、材料が揃わなかったりすると思うんですけど、これくらいならきっと直前でも大丈夫なんじゃないかな。ホワイトチョコとかでもね、いいしね。はい、砕けました。このぐらい、もちろんね、包丁で刻んでいただいても大丈夫です。はい、では湯煎にかけていきます。ね、ボウルの選び方にポイントがあって、これがね、こうやって沈んでしまうともうね、失敗の原因になるので、お湯が入っちゃうともう溶けない、失敗してしまうので、しっかりね、こういった感じでこの上のボウルより小さいものを使うと失敗知らずにできます。ちょっとお湯をこぼしたら終わるので、お盆を置きながら沸いたお湯を下に注ぎます。そして上にボウルを乗せます。この時に溢れないように気をつけながら見ていきます。で、ゴムベラでじっくりじっくり溶かしていきます。チョコレート溶かすのは湯煎する方法とか、あとレンジ加熱してね、溶かす方法もあると思うんですけれども、レンジ加熱だと加熱時間とか電子レンジの性質によってもしかしたら焦げてしまう可能性があるので、一番きれいに溶けるのは湯煎かなって思ってます。とにかくお水を中に入れないように気をつけながら、しっかりゴムベラなど使ってそこから上げながら混ぜてます。だん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 溶けてきてます。ちょっと置いて溶かしていきます。で、その間にね、グラノーラ砕きます。ポリ袋などにグラノーラをパパッと手でね、こう揉んでってもいいし、こういった綿棒を使って叩いていってもいいです。これ綿棒がない場合は、あのボウルの底でこう砕いたりとか、あとはラップの芯などを使ってやっていってもいいと思います。ちょっと破けそうだったので二重にしました。で、叩いていきます。この叩く加減もお好みなんですが、あんまり大きすぎるとチョコレートが全体に行き渡りづらくて、細かいとこまごまして粉っぽくなって食感があんまり良くないので、若干粗いのが残ってるぐらい、このぐらい、このぐらいね、あるかなになるまで砕いていきます。ではではチョコレートを見ていきましょう。あ、置いとくとね、溶けるね、いい具合に溶けてきました。うん、トロトロっと溶けてきて、ここで全部溶けたらグラノーラ入れていきます。先ほどのゴムベラでチョコを全体にまとうようにしっかり混ぜてあげます。ね、ちょこっと大人味にしたい方は、ここにラム酒を小さじ1ぐらい一緒に混ぜていくとワインとかに合うような味わいになります。ではこの朝摘みいちごっていうレーズンとかいちごとかが入ってるのを使ってるんですけれども、こういう入ってないものを買った場合はお好みでドライフルーツ刻んで入れていくのもいいと思います。はい、 OK、 このぐらいしっかりチョコとグラノーラが混ざりました。では型に入れていきます。17センチぐらいかけ12ぐらいですね、こちらのバットに入れていきます。何でもいいです。タッパーでもいいし、お弁当箱でもいいし、お弁当の蓋でもいいし、できればこの高さが低いものの方がこうやってね、押し込みやすいかなと思っています。で、このまま入れると後で取り出すのがとても大変なので、先にラップをしていきます。このように大きさを合わせて下に沈めて、ピシッとピシッと入れててください。
浮いてきちゃうよって方はちょっとだけねサラダ油とか引いてあげるとピタピタっとくっつくと思います。なるべくこのシワがない方がチョコが綺麗になります。なるべくね端からスッと入れていって、後から取るときは下は二重になって頑丈なのでこっちから引っ張ってもこっちからこう引っ張っても綺麗に取れやすいです。はい、では入れていきます。で慣らします。ちょっとだけ厚くしたいのでちょっと端に寄せようかなって思うんですが、全部広げてちょっと薄い感じにしてもいいと思います。でここで大事なのがちゃんとギュギュッとしてあげること。できればこういうちっちゃいヘラとか小さいスプーンを使って最後押し込んであげる。端までねしっかりギュギュッと、そうすることでその間にあんまりこう入ってないと崩れやすくなってしまうので、ということでしっかりと固まっていきます。はい、はい、ではこのまま冷蔵庫で 1,2 時間ほど冷やしていきたいと思います。もう熱が取れているのでまま、ぶつけないようにラップをして冷やしていきます。はい、では皆さん固まりました。こんな感じでね固まってます。型から取り出します。ラップのね両端を持ってしっかり固まってる。だいたい冷蔵庫でね 1,2 時間ぐらいで、冷凍庫で冷やして固めても OK です。ではお好みサイズに切っていきます。どうしてもね崩れやすいので、いい具合にザクザク入ってる。美味しそう。でそうです、手で砕いて仕上げてもいいし、こうやってスティック状にしてラッピングペーパーを巻いて紐で結ぶなどね、ラッピングをしても構わないと思います。一口大に私は切っていきたいなと思います。はい、こんな感じで砕けました。こういったいつもより可愛らしいお皿に持っていきます。家でね食べるときはこういった感じでお皿に乗せてもいいと思いますし、スティック状に切ってワックスペーパーで巻いて紐で結ぶなどねしてもいいと思います。はい、ということでこちら出来上がりました。材料3つでパパッと仕上がりました。ラッピングです。もうねこういった100均に売ってる英字が書いたものとかね、そういうシールがついたフィルムで十分だと思います。こういったものに何個か入れていって、こんな感じですごい可愛いおしゃれなちょっとした友チョコとかバレンタインにね差し添えて、私のはいかがでしょうか。ということで私も一ついただきたいと思います。いただきます。うん、ザクザクしてて美味しい。ミルクとブラックで作ってるので甘みもちょうどいい加減に仕上がってます。ということで皆さん今日はバレンタインにまだ間に合う、もう急いでパパって作れる、そんなレシピをご紹介しました。ぜひねラッピングも楽しんで作ってみてください。それではまたお会いしましょう。またね、バイバイ。